はい、ただいま箱根八里を男性が初で歌わせていただきました。この曲は滝廉太郎の作曲、もう本当に、こう昔から歌われている日本歌曲のもう決定版だと思いますが、我々もこのフォレスタの中で、昔から長く歌わせていただいております。かつてですね、DVD の第3弾ですかねの、特典映像の方で実際に箱根に行って山の上で箱根をアカペラで、箱根八里をアカペラで歌うという、ことをやらせていただきました。まだもう本当に15年以上前ですかね、若々しい我々が、まだ箱根でね、誰にも知られていない状態で箱根八里を歌うというね、ちょっとこうシュールな光景があったわけなんですけれども、その時から、我々もいろいろと成長して、成熟した箱根八里を今日は歌えたんじゃないかなと思っております。重厚なハーモニーを皆様にお楽しみいただければと思っております。それではお楽しみください。